矢沢永吉&相川翔、昔の初対面時のエピソードがヤバすぎる。伝説的ロックミュージシャンである矢沢永吉さんと V シネマの帝王相川翔さん、2人の出会いのエピソードもまた伝説的だと話題になっています。今回は矢沢永吉さんと相川翔さんの出会いについて紹介しますよ。2人の出会い。2人が出会ったのはとあるバー。相川さんが先に飲んでいたところにたまたま入ってきた矢沢さん。2人は挨拶を交わし握手をしたのですが、なんとその握手が20分ほども続いたのだとか。握手をしている間、2人はろくに言葉を交わさず、ただ目を突き合わせたまま握手を続けていたそうですよ。周囲は喧嘩になるかもしれないと考え、誰も注文を取りに来ることもなかったそう。ですが20分が過ぎた頃に矢沢さんが相川翔最高と叫んで手を離し、ようやく共に飲み始めたそうですよ。二人はその後へべれけになるまで飲み続けたんだとか。なんだかんだ初対面から打ち解けていたんですね。衝撃の初対面エピソード。相川さんと矢沢さんには12もの年齢差があります。そういう事情もあってか、いきなり矢沢さんと対面することになった相川さんは実は相当怖かったそうですよ。テレビ番組でも今まで会った人で一番怖いと矢沢さんのことを話していました。挨拶して握手をした二人、その後二人は手を離さなかったのですが、握手の主導権は矢沢さん側にあったようで、手を離さず言葉も発さずの矢沢さんに相川さんは困惑するばかり。自分からも何もできず、声もかけられずで、ただ時が流れるのに身を任せていたようです。ロックスター矢沢さん相手に20分もの間ただ握手しているだけというのは、確かに相川さんも怖かったでしょうね。ただ結果的には相川さんは矢沢さん相手に一歩も引かない形になりました。それを認めたのか、20分過ぎた頃に矢沢さんはパッと手を離し、相川翔最高と叫んだんですね。相川さんはこの時のエピソードを今までで一番怖い大人に遭遇と表現しているものの、その後飲み始めた矢沢さんに追随するように自身も飲み、二人揃ってへべれけに。相川さんは酔っていたとはいえ、矢沢さん本人の前で矢沢さんの歌を熱唱したというのですから、やはり相川さんの方もいかに大物かが伝わるエピソードですね。現在の中、かつて相川さんのマンションに毎日のように遊びに行っていたという勝俣邦和さん曰く、相川さんはもともと矢沢永吉派だったそうです。もしかしたら初対面のバーでの出来事がきっかけなのかもしれませんね。劇団一世風靡で先輩後輩の間柄だった相川さんと勝俣さん、毎日のように遊びに来る勝俣さんに相川さんはいつも矢沢さんのビデオを見せてくれたそうですよ。もっとも勝俣さんは矢沢さんにあまり詳しくなく、いまいちピンとこなかったんだとか。反対に長渕剛さんの大ファンだった勝俣さんは長渕さんのライブビデオを相川さんにおすすめ。相川さんはその場でビデオを少し見て、やっぱ A ちゃんだなと言ってビデオを見るのをやめてしまったそうです。ただ結局勝俣さんが帰った後に相川さんは長渕さんのビデオを改めて見ていたらしく、それで感動し、実際に長渕さんのライブを一人で見に行かれたそうですよ。先輩という立場の手前、勝俣さんの目の前で勝俣さんが持ってきたライブビデオを素直に褒めるのは尺だったのですね。ドラマ「トンボ」で長渕さんが演じた人物の舎弟役としてブレイクした相川さん。こういった経緯をネットニュースでは、相川翔はもともと長渕派だったわけではなく、意外にも最初は矢沢派だったと紹介しています。相川さんが矢沢派だったことが意外と称されていることからもわかる通り、相川さんと矢沢さんのエピソードは初対面の時のもの以外あまり残っていません。
ただ実は相川さんの奥様と矢沢さんの奥様に交流があったという情報が残っています。相川翔さんの奥様青木久美さんは元女優の方、2人の馴れ初めは元横綱武蔵丸さんの大関昇進パーティーだったそうです。1994年に行われたこのパーティー、青木さんは矢沢さんの現妻であるマリアさんと共に参加していたと言われていますよ。このパーティーで青木さんを見た相川さんは一目惚れ、すぐに声をかけたものの、その時は白いスーツや黒いサングラスという相川さんのファッションに恐怖を感じ、青木さんはすぐに帰ってしまったんだとか。それでも諦めない相川さんは青木さんを追いかけて猛プッシュ、ついに交際を勝ち取り、その1年後に結婚となりました。奥様同士も仲が良かったとなると、矢沢家と相川家は家族ぐるみの付き合いがあるのかもしれませんね。まとめ、今回は矢沢永吉さんと相川翔さんの初対面のエピソードについての紹介でした。20分間もの間握手をしたまま会話もなしというのは確かに異常な状況。相川さんに有無を言わせないあたりからも矢沢さんのビッグっぷりが伝わってきますね。相川さんはこの時の矢沢さんがすごく怖かったようですが、その後仲良しになれて本当に良かったですね。